こんにちは、りです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。小金持ちはどんな人資産5000万円以上の純富裕層の典型例を3つ解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。突然ですが皆さん、こちらの金持ちピラミッドをご覧ください。これですね。このピラミッドです。皆さん見たことある方多いんじゃないでしょうか。 2019年時点で日本には341.8万世帯の純富裕層、つまり小金持ちがいます。金融資産5000万円から1億円を保有する純富裕層は約5400万世帯のうちおよそ上位8.8%に入るぐらいの資産規模です。これを見てこんなことを考えたことがある人いませんか小金持ちの人たちって一体どんな職業なんだろうこれですね。 ということで今日の動画では純富裕層の典型例3選と純富裕層の典型的な職業じゃない人が取るべき戦略この2つについて解説します小金持ちになれる確率をアップさせたければ今小金持ちになっている人の職業を真似すればいい実にシンプルな話ですね一方で彼らと同じ職業に就くなんて無理だよっていう人がどんな戦略を取ればいいかも最後に解説しますぜひ最後までお付き合いくださいそれでは本題に入りましょう純富裕層の典型例その1 退職金を受け取った公務員共働き世帯。小金持ちの典型例一つ目は、退職金を受け取った公務員共働き世帯です。地方在住者の小金持ち典型パターンですね。皆さんの周りにも、地方公務員共働き最強説を唱えている人いませんか地方の役所で共働き、地方の学校で共働き。これは非常に再現性が高い蓄財価値パターンの一つです。彼らが小金持ちになりやすい理由はこの6つ。一つ目、公務員は男女の賃金格差が非常に小さい。二つ目、 公務員は出産に伴う退職が少ない。三つ目、年功序列が強く効いている。これは年を重ねるだけでもそこそこの給料になるって意味ですね。四つ目、地方在住で在宅コストが安く済む。五つ目、所得分散により税金が安く済む。これは一人で年収1000万円よりも二人で年収1000万円の方が手取りは約100万円多いんですね。六つ目、退職金が多い。この六つです。男女の賃金格差に関してはざっくりのイメージですがこんな感じです。 民間企業の場合女性の障害賃金は男性の70%から80%一方公務員の場合女性の障害賃金は男性の95%から98%いうことで公務員共働き家庭は男性が2人働いているような収入水準なんですね総務省の地方公務員給与の実態によると25年以上勤務した人の退職金はこんな感じ一般職が約2200万円教職員が約2300万円とこんな感じになっているんですね 退職金っていうのはもともと税金が安くなるように設計されています。退職所得控除が使える仕組みですね。この退職所得控除っていうのが非常に破壊力あるんですね。そしてさらに税金が安くなるのがこのパターン。一人で5000万円もらうのではなく、二人で5000万円もらう。2500万円かける二人ってことですね。具体的には、一人で5000万円もらうなら税金は約500万円。二人で5000万円もらうなら税金は約50万円。この差結構すごくないですかつまり、地方公務員共働き世帯は、 退職して2人分の退職金をゲットすると純富裕層を到達っていう図式が成り立っていたんですね毎年150万円貯めていれば貯金プラス退職金だけで60歳で送り人ですなお最近は公務員も退職金の水準が下がってきていますしかも老後の年金も2人分なのでかなりのフローリッチになりますローンを返し終わった住宅5000万円からのキャッシュ月額約30万円前後の年金悠々自適のセカンドライフを送れますね 公務員としての仕事自体にやりがい、楽しさを感じる人にとっては、鉄壁のライフプランニングかもしれません。そういえば、作家の立花明さんが、専業主婦は2億円損をするっていう本を出してちょっと炎上してましたね。地方公務員共働き世帯の小金持ちを見てわかるように、生活コストの低いエリアで男女の賃金格差が小さい職種で定年まで共働きを続けるのなら、それだけでその家庭では小金持ち以上になれるチャンスがあるってことですね。ちなみに僕のところには、 公務員は副業ができないので蓄財に不利です。どうしたらいいですかっていう相談がよく来るんですけど、価値観の合うパートナーを見つけて、日本を支えるという公務を一緒に続けながら、豊かな老後に備えていく。こういうプランは未だにありだと思いますよ。もちろん言うまでもなく、金持ちを目指すために結婚するっていうのはナンセンスですけどね。純富裕層の典型例、その2。お金回りのいい小規模事業経営者。小金持ちの典型例2つ目は、お金回りのいい小規模事業経営者です。 2代3代と続くビジネスモデル、組織がしっかりした中小企業の社長ではなく、1代完結の個人経営レベルの経営者です。実は日本に限らずアメリカでも小規模事業経営者の小金持ちは多いです。彼らは自分が金持ちになった一番の理由を自分が自営業者だったこと、こう答えているそうです。自営業者は会社員と違って収入が青天井ですからね。でもそれを聞いても守る力のある皆さんなら世の中うまい話はないっていうことは知っていますよね。 成功した小規模事業経営者の陰には失敗した多数の小規模事業経営者がいます。会社員と違って稼げれば全て自分の利益。でも稼げなくっても誰も助けてはくれない。そういう仕事だからこそお金持ちになれたり困窮したりもするわけです。2015年ぐらいからブログ、サイト運営、SNS マーケティング、このあたりのネットビジネスで急速に小金持ちが増えました。持たざるものが低リスクで大きなリターンを得るには、やっぱり IT、ネットビジネスっていう視点は欠かせませんね。 僕自身も IT がない時代に生まれていたら今みたいに資産を形成できなかったと思います店舗ビジネスは元で資金が多くいるし人を雇うと固定費がかかるし物件在庫など物もたくさん持たないといけませんしかも利益率も低いんですね資金繰りが難しいし失敗すると借金が残るタイプのビジネスなのであんまり皆さんにお勧めできません起業をするって言うと皆さんこっちのタイプのビジネスイメージされる方多いんじゃないでしょうか一方でネットビジネスはかなり低リスクで始められる上収益性が抜群なんですね ブログ、ツイッター、YouTube、Facebook、Instagram、LINE。こういったツールを上手に使いこなすことが、現代の小規模事業経営者の価値パターンの一つであることは、ぜひ知っておいてください。皆さんはガーファム Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft とか、ハイテク株。好きですよね。今世界で一番伸びている市場はどこなのか。これから伸びる市場はどこなのか。なぜアメリカがあんなに経済的に強いのか。そういうことです。純富裕層の典型例、その3。都市圏に住むインカムリッチプロフェッショナル。 小金持ちの典型例3つ目は都市圏に住むインカムリッチプロフェッショナルです。具体的にはこんな人たち。外資系企業の経営層、役員クラス。金融分野の高度専門職、トレーダーとかファンドマネージャーですね。IT 分野の高度専門職、プログラマーやエンジニア。医者。パートナー、共同経営者まで出世した弁護士、会計士、税理士。その他高度な専門技術を持つプロフェッショナル、芸能人やスポーツ選手と、年収イメージで言うと1500万円から5000万円ぐらい。 全国民の上位3%に入るエリート層です。彼らが小金持ちになりやすい理由はたった一つ。特定の専門分野で結果を出した人、有名になれた人は、そこから先も長期にわたり、高単価の仕事が舞い込み続けるからです。なぜその人に高単価の仕事が舞い込み続けるかというと、他に代わりになる人がいないからですね。本当に専門性があるっていうのはそういうことです。インカムリッチプロフェッショナルの特徴はこの通り。1、幼少時より高度な教育を受けてきている。2、 都心に住んでいる。お金の集まる場所で働いている。3. 税負担が重い。収入に対する税金の割合が大きい。4. 衣食、住のすべてにおいて普通の人より生活水準が高い。仕事のストレス、顧客や同業者に対する見栄から浪費が多くなりがち。5. 引退後に生活レベルを大きく落とさなければならないリスクが高い。働いて稼ぐ力だけが富の源泉であり、上場企業の創業者や地主と違って、株や不動産などの資産を持たないためですね。6. 小金持ちとそうじゃないい人に二極化している一見お金を持っていなさそうに見えて持っているのが公務員共働き世帯や冷裁個人事業者一方でインカムリッチプロフェッショナルはその真逆一見お金持ちそうに見えて高級スーツや高級時計に身を包んでいて高級車に乗っているでも実はお金持ちじゃない稼いだ分だけ使っちゃってるんだからそうなるのは当たり前ですよね。 よくマネー雑誌などで年収1,500万円なのに破綻寸前なんて残念な特集を組まれてしまうのはインカムリッチプロフェッショナルの人たちですね逆にもし皆さんの周りに上記の職業に当てはまるのにお金持ちに見えない暮らしをしている人がいたらその人は純富裕層小金持ちに該当する可能性が高いですねそしてその人はいずれ富裕層になっていきます結局インカムリッチの人は稼ぐ力は十分なので貯める力さえ高めてしまえば小金持ちは確定コース さらに増やす力、守る力があれば奥の資産を築くのは難しくない。ということですね。この動画を見ているインカムリッチの人はぜひ意識してみてください。次、純富裕層の典型的な職業じゃない人が取るべき戦略。これまでの話を聞いて、学長、小金持ちの典型的な職業3つ。僕、私はどれにも当てはまらなかったよ。こういう人でも全く問題ありません。今さらインカムリッチプロフェッショナルのような仕事にはつけない。かといって独立して自営業者をやるのはリスクが高くて嫌だ。 こういう人は合わせ技で戦えば OK です。おすすめは以下の両面攻撃です。1、本業の給料を高めてプチインカムリッチプロフェッショナルを目指す。2、副業でミニ事業経営者。リベダ YouTube で一貫して伝え続けている副業スタンスですね。僕としてはこのスタイルが小金持ちの新たな典型例になればいいなと思っています。言うまでもなく配偶者がいる人は共働きが強力な資産形成エンジンになります。まず、目指せプチインカムリッチプロフェッショナル。 本業の給料を高めていくことですね。そのために重要なポイントは2つ。自分の人材価値を高める。それから自分の人材価値を高く評価してもらう。人材価値を高めるためにはシンプルにスキルアップしましょう。時間とお金を使って自己投資することです。自己投資のお得な方法、成功に必要なことなどは過去動画でも解説しているのでぜひチェックしてみてください。過去動画。 サラリーマンが20オフで自己投資する方法この動画と自己投資を成功に結びつける人と時間の無駄にする人の違いこの2つの動画ですねそして人材価価値を高く評価してもらうためには転職が有効です今の会社での昇給を目指してもいいんですが時間がかかりすぎるっていう難点があるんですね22歳で入社して10年15年と下積みをしてやっとマネージャーに昇格ようやく部下を持てるのが35歳とか40歳そういう世界ですからね 年に一度の昇給額が月5000円とか、ボーナス A 評価でプラス3万円とかだと、ちょっとスピード感がなさすぎますよね。現実的には高めた人材価値を自家評価してもらうためには、転職を視野に入れざるを得ないってこと。ってこれを言うと、転職なんてリスクが高すぎるよっていう人いるんですけど、転職そのものはともかく、転職活動はノーリスクです。気に入らなければ、合わなければ転職しなければいいだけですからね。興味のある人はぜひエージェントのキャリアアップの相談をしてみてください。 リベダイのおすすめエージェントについてはいつものようにこの動画の概要欄に貼っておきます話をする前にエージェント利用の注意点を知っておきたいっていう方はこちらの過去動画をご覧ください失敗する可能性を減らせると思います転職エージェントを利用する前に知っておくべき重要ポイント8000この動画ですねそれからもう一つがミニ事業経営者ですね経営者なんて言うとハードル高く感じるかもしれませんが心配いりませんだってあくまでミニですからね小さく始めればいいつまり失敗しても損失は限定的副業で OK 給料があるるから食べていいけなくななくことはない最初はこけるかもしれませんが自転車と一緒です。転ばないと乗り方を覚えられないんですね。大怪我をしないように気をつけていれば OK です。僕の周りのサラリーマンもどんどんミニ事業経営者になっていってます。そして彼らが口を揃えて言うのはこんなこと。会社の外で稼げるなんて考えもしてなかったとか、最初の一歩はすごく思い切りが必要だった。すごく不安だったよ。 でもやってみたら意外に稼げる。何より楽しくて楽しくてしょうがない。こういう風に言ってる人多いですね。そして副業が軌道に乗った人たちの一部は小金持ちの典型例であるお金回りのいい事業者、経営者コースに移動していきます。コース移動がうまくいけば後はもう気楽な旅ですね。下積み時代が長いだけに堅実な人たちが多いですから転落リスクは低いですね。って言っても、学長、副業って具体的に何をしたらいいのかわかんないよって、こう,いう人のための動画もきちんと揃えてあります。至れり尽くせりですね。 貯金増やしたい。そのうち会社辞めたい。それならこの副業をやろう8000。在宅で月10万円。ハンドメイドで稼ぐ超具体的な方法。副業コンサルタントになる方法とコンサル事業の7つのメリットについて解説。そして副業で月5万円稼ぐための9つのポイント。この4つの動画ぜひ参考にしてみてください。ところでこの合わせ技戦略。課題が1つだけあるのでこちらもお知らせしておきます。しかも大きな課題です。それは時間が圧倒的に足りなくなりやすいことなんですね。 本業も副業も両方伸ばそうっていう戦略なので、これはもうどうしようもないですね。つまり、公務員共働き戦略を取れない人、例えば職業観、年齢、結婚の価値観的に無理っていう人ですね。他にはインカムリッチプロフェッショナルになれるだけの高等教育を受けていない人、今からそんな教育を受けるのは無理だよっていう人ですね。 さらにリスクを取っていきなり独立するのも無理だよって人は時間をいけにに捧げて小金持ちを特殊召喚するしかないってことですね。何も犠牲にせずお金持ちになれる方法がもしあれば皆さんにぜひお伝えしたいんですけどないものはないんですよ皆さん。だからね、なんとかここは頑張って乗り越えていきましょう。ただ、くれぐれも働きすぎて体を壊さないようにはね、注意してください。まとめいきましょう。純富裕層になるための戦略を理解して小金持ちになる確率をアップさせよう。最後に今日の動画のまとめです。 今日の動画ではこの2点について解説しました。1つ目、純富裕層の典型例参戦。2つ目、純富裕層の典型的な職業じゃない人が取るべき戦略。この2つですね。純富裕層の典型例はこの3つ。1つ目、退職金を受け取った公務員共働き世帯。生活コストの低いエリアで男女の賃金格差が小さい職種で定年まで共働きを続ける世帯ですね。金持ちらしい生活はできない。金持ちになれるのは60歳以降っていう点で魅力を感じないという人もいるかもしれません。 二つ目、お金周りのいい小規模事業経営者。一代完結の個人経営レベルの自営業者のうち、それなりに成功した人です。最近は IT、ネットビジネス周りに多い印象です。フィーバー期間が長くなると送り人の仲間入りをします。三つ目、都市圏に住むインカムリッチプロフェッショナル。代わりの効かない高い専門性で、高年収を稼ぐエリート層のうち、貯める力のある人です。高度な専門性のおかげで長期にわたり高単価の収入が続くので、増やす力がある人はかなりの確率で送り人の仲間入りをします。 小金持ちの3つの典型的職業に当てはまらない人も合わせ技で戦えば勝ち筋はあります。おすすめはこの両面作戦。本業の給料を高めてプチインカムリッチプロフェッショナル。そして副業でお金回りのいいミニ事業経営者。多くの人が小金持ちを目指せる副業スタイルです。どちらかがうまくいけば王道のコースに乗り換えることも可能。唯一最大の欠点、大きな課題は時間が足りなくなることですね。 以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえて嬉しいです。お金がたまる思考法を身につけるためにリベダイの書籍がおすすめです。本屋さん並んでますのでぜひ手に取ってみてください。さらに資産を増やしたい方はオンラインコミュニティリベシティに来て学んでください。お金にまつわる5つの力を鍛える場ですね。学長マガジンという形で毎日最新の情報や考え方を発信しています。初月無料なので会わなければやめることもできます。興味のある方はこの動画の概要欄からぜひチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。 小金持ちになるには小金持ちの人が取っている戦法を真似すれば成功確率が上がります。今日の動画を参考に自分のコースが見えたって人が出てくれたら嬉しいです。僕から皆さんに言えるのはいつどんな状態からでも小金持ちには近づけます。知恵と工夫で上手に乗り越えていきましょう。僕もできる限りサポートしていきますからね。ということでこれからもしっかり学んで行動して自衛の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。成長は真似するところから。それでは。